イワン・ペトロービチ・リュープキンは、ロシア連邦の政治家。ロシア農業党のメンバー、ボリス・エリツィン政権で、初代ロシア連邦議会下院議長、5代目ロシア安全保障会議書記を歴任。1945年1月5日に、ボロネジ州セミゴロフカの農家に誕生する。1968年に、ボルゴグラード農業大学を卒業し、ボルゴグラード州ソフホーズに上級機械工として勤務する。1969年に徴兵され、軍務に就く。1970年にソ連共産党に入党。1970年から1974年まで、ボルゴグラード農業大学大学院に学び、技術学博士候補となる。同大で教職に就き、助教授、畜産機械科、自動化講座主任。機械学部副部長などを歴任した。農業関係の学術的論文や著作は150点を超える。その他、1991年にソ連社会科学アカデミーとロシア外務省外交官養成大学でも学んだ。ソ連共産党でも大規模機械化農業生産の専門家として活動。1990年にロシア連邦共和国人民代議員に選出された。人民代議員としては、院内会派、ロシアの共産主義者の創設に関わるが、後に、同会派を離脱し、ロシアの統一に参加する。ソビエト連邦の崩壊後は勤労者社会党の創設や、ロシア連邦共産党に参加するなど、社会主義的な立場から政治活動を続け、1993年にはロシア農業党に参加する。同党は、ロシア共産党の兄弟党である。同年10月のモスクワ騒乱後、ロシア農業省水利事業総局次長に任命される。同年12月に下院国家会議選挙に立候補し当選する。1994年1月に下院議長に選出された。1995年、エリツィン大統領の意を受けて、中道左派、イワン・リュープキンブロックを創設した。同年12月に、下院議員に、ボロネジ州の小選挙区から立候補し再選された。1996年1月の下院議長選挙では、我が家、ロシアなどの支持を得たが、共産党のゲンナジー・セレズニョフに敗れた。同年4月に、ロシア社会党を結成。同年10月に、アレクサンドル・レベジの後任として、ロシア連邦安全保障会議書記に任命された。1998年3月に独立国家共同体問題担当及びチェチェン問題担当の副首相に任命された。2002年6月からはチェチェン紛争の終結を目指し、戦争を推進するウラジーミル・プーチン大統領に対して書簡を公開するなど積極的に活動していた。2004年2月、リュープキンは自由ロシアを結成し、2004年ロシア連邦大統領選挙に立候補を表明した。リュープキンは、プーチン政権によって事実上国外追放された、ボリス・ベレゾフスキーの資金援助を受け、さらに有権者200万人の署名を集めて選挙戦に臨んだ。選挙戦当初は、チェチェン政策や経済政策、社会政策などをめぐり、積極的にプーチン政権批判を行っていた。ところが2月5日、リュープキンは突如失踪した。不可解な状況の下での失踪ということもあり、彼の家族は8日になって警察に捜索願いを出したが、要として行方はわからなかった。しかし失踪から5日後の10日になって、リュープキンはウクライナの首都キエフに姿を現した。リュープキンはこの時、自分はただキエフに住む友人の家にいただけで、騒ぎになるとは予想せず、姿を消すつもりなかった。今日新聞を買って驚いたとして、誘拐説を否定。また、私は疲れており、休暇を取る権利はあると発言した。しかし2月14日、リュープキンはロンドンで記者会見し、ウクライナの首都キエフで何者かによって誘拐されていたと説明した。リュープキンは会見で、チェチェン独立派のアスラン・マスハドフと和平交渉に臨むため6日に、モスクワからキエフに入った。キエフ市内のアパートでマスハドフを待つ間、出された茶を飲み気を失い、10日に意識を取り戻したと語った。この間、同室の人物から協力するようにと脅迫を受けていたとも語り、また実行犯からこれは特殊作戦であると説明を受けたとも証言した。ルイ・プキンは誰の仕業かは不明だが、誰の利益となるかは明らかだと述べ、プーチン大統領派による謀略であるとし、身の安全を図るため選挙投票日である3月14日まで、ロシアへは帰国せずにヨーロッパに滞在することを発表した。しかし、この会見はロシアではほとんど報道されなかった。そもそも選挙期間中から一貫して、ルイ・プキンの支持率は 5% を下回っており、失踪時もそれほど注目されていなかった。むしろ、失踪当初から自作自演の疑いがあると評されていた。また失踪した理由について、最初の会見では、デマ情報で、キエフにおびき出され、そこで拉致されたと語っていた。しかし、そもそも選挙期間中になぜわざわざキエフまで出かけたのかと追及されると、途端にモスクワで誘拐されたと発言するなど、その証言には不可解な点も多く、彼の証言は完全なベタ記事扱いにされた。ともかく、この一連の失踪事件でもともと高くなかった支持率はさらに低下。最終的には 0.7% 近くまで下落した。また、この失踪事件に関して、事件当初、誘拐された可能性があるとしていたルイ・プキンの妻が、ロシアがかわいそうだと発言したとも言われる。ルイ・プキンは、事件直後、国外に泊まった上で選挙キャンペーンを継続するとしていたが、2004年3月5日、選挙戦を衝撃と皮肉って離脱することを表明。支持者に投票をボイコットするように促した。政治的失意後もボリス・ベレゾフスキーとの親交は続いた。ありがとうございます。